中間の調整過程がこうなかなか思うように進まなかったんですけれども最後本い切りである程度形になる、うん、あの仕上がりには近づいたかなと思ってたんですけどもでも何て言うんでしょうこちらのね思ってる以上の走りをしてくれたんで。 まあうん、改めてこう力のあるところを再確認したっていうところでしょうかねあれだけのパフォーマンスというか走りをしてくれたんであの最初は疲れを取ることから、えー、進めていって1周、えー、前に販路で時計出して、まあ、今日最終追い切りで行ったんです時計的な部分とかっていうのはこの子はすごく速い時計出る馬ですけれども雰囲気も悪くなかったですし、はい、まずは順調に来てるかなと思ってますけれども強敵ぞろいですけれどもまあ あのチャレンジする意味ではやっぱりこういうメンバーと戦っていかないとさらに上っていうのは見えてこないのかなと思ってますので帝王賞を目指す上えで、まあ、より負荷のかかるレースをして、えーまあ、今回のレースを挑みたいということで、まあ、59キロの平安ステークスを選んだんですが、まあ、その中でもしっかり足も使ってくれて、まあ、結果は3着だったんですが、まあ、改めて。 能力の高さも確認できましたし。まあ、レース後などの雰囲気見て。まあ現在の状況を見てもいい前哨戦。だったなとは思ってます。2週間ほどちょっと気持ちをリフレッシュさせるのにあの移動しましてで、またトレースに戻ってきてこのレース目標に進めてるんですが、まあ、しっかり集中力も高まって、まあ、コンディション。 いい状態を維持できてますねもともと調教時計が目立って出る方ではないので、まあ、この水分を含んだバば考えたら、しっかり負荷はかかったと思ってますサンドトゥルーの少しこう客室にこう最近の大井さんのババが先行ババということで、前回、そういう流れに乗せて、前目前目で競馬してもらったんですけども。 まあそれがかえって逆効果というか自分の客室に合わない走りになってしまってどこを波に乗り切れていないかなという印象です。また JRA の馬も入ってくるので流れの方は少し流れてくれるのかなと思いますし客室も踏まえて、あのー、サンド・ツールの端に徹するように騎乗、あのー、も、あのー、森君にお願いして、あのー、期待していきたいと思っております。 あまりオーバーワークにならないように今日の追に切りもさじ加減しながら調整してきました大井記念使った時の本追い切りよりも確実にあの立花図らしさがあの手綱から伝わってきておりますのであの少し期待して送り出したいなと思っております 以前よりは、ね、しっかり折り合いとか馬のバランスもかなりよくはなってきてますし、うん、あの指示通り最後もしっかり動けてたと思いますし、うん、かなりいい動きだったかなと思いますけどね。初めてのところとかね結構敏感なところある馬なので、まあ、ちょっとその辺はあれですけどね、まあ、泣いたというところもありますしその辺はまあ克服していかないと思います。 いいいけななとところかなと思いますし、うんまあ2000もね、まあ、実際やってみないとわかんないですけど、まあ、前走の柏記念、ね、地方の馬場の戦六のねああいう一周ぐるっと回ってくる小さい馬場でねよりはまあ広い馬場の2000の方が競馬はしやすくなるかなっていうイメージはありますけどね。うん 来たばっかりということでこ、こちらのサイドとしてもね、手探りな部分がかなり多いんで、もっとこう、バリ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 会話をね、食べてくれれば、もうちょっとこう強い負荷もかけられるんですけども、あれちょっと会話の面もあって、こちらに来てそんなに強い調教もできてなくて、調教試験もあったので、今日。 えー、初めてちょっと最終的に少し負荷をかけるようなね、追い切りをしたんですけども、やっぱり追い切り的にはね、あのー、時計もそうですけど、やっぱりさすがだなっていうような追い切りでしたね。まあ、戦法としてはね、もう、なんはもう末足勝負っていう感じなんで、まあ、枠順とか道中とか道うよりも、最後どんだけ足を使えるかっていうところになると思いますけどね。中央でもねすごくファンの多かった 馬なのでまあ本当にできれば、えー、こちらでねまた地方馬として、えー、夢を見させてほしいなと一緒にのんこと夢を見たいなという感じですね。